ヤブカラスティック。はい、はい、今日は健活のね、TV というね、YouTube でやってるんですけども、そこのスタジオですね、三軒茶屋に、三軒ティーヤにある、ティーヤにある、株式会社キャリア、キャリアさんね、多分力ないからね。あれコツなんだ。あれコツがあるんだろうけど、すぐって抱かなきゃなんないじゃん。それがコツをそうですね、コツ入れると力いらないんですか。あ、それ教えてくれるんですよ。はい、そういった知識もあれば、自分の体にも優しいので、非常に勉強はしてる。そうなんですか。キャリアさんの機械室。はい。ね、いつも撮ってます。ルさん、ん、この間聞くのを忘れましたけど、ええ、どうですか、古希を迎えて。ああ、まあね、ジャニアリーのね、14日なんですけども、古希になりまして、よく生きてきたなと思いましたね、本当に。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアル、ハッピーバースデートゥーユー。これちょっと撮って、これ70歳おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、忘れてた。ごめんなさい。それでは、行きたいと思います。70になりました。古希でございます。これからも頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。今の、ろうそくの吹き方、よろしいでしょうか。肺活量、まだありますか。そんなん今日やってないです。うん、だう、あのね、だってやっぱりその手前で亡くなる方もいるし、はい、僕の友達も亡くなったりしてましたから、ね、これだって亡くなった森さんの形見 のね、森くんから、もうちょっとあと1ヶ月で あれね、分かんないからっていう時に見舞いに行ったのね、はいはい、でその時に京都だった、京都の方だったんだけど、明石か、ごめん、明石の方だったんですけど、でマンションに行って、で帰り際、ルーよかったらさ、これ持ってってくんないかって、で来てみろよって言ったら、彼はちょっと体格良かったのね、昔はね、若い時は、はい、だちょっと君のは大きいから嫌だよって言って、で無理だよって言ったんだけど、だってこんなのもう俺死んだら捨てるだけだし、やっぱりルーに来てもらいたいんだけど、でそこでなんだよね、励ましに行ったのにさ、そこで森くんの部屋でファッションショーしたりしながらさ、まあそれもシャレなんだけどね。確かにね、ちょっと今日見かけた時に、あれと思ったんですよ、僕。ちょっと大きいかなと思ったんだけど、でもそれ理由を聞いてね、やっぱりね、お友達で、ね、そうそうそう着てたお洋服だっていう。ええ、ありがたく。ルーさんらしい。ありがたく、ユース。ね、使用してますけど、ね、ちょっと脱線しますけど、なんかそういう時ほら、お友達が弱ってる時とか、もちろん家族がそういう時とかあって、ルーさんどんな感じなんですか。まあファッションショーしたって今言うから、それなりそういう気がしますよっていうことだ。だからね、やっぱり僕自身の心は辛いのよ、そうね、辛いし、はい、でだけどこっちがあんまり辛い、お前寂しいよとか言って、言うと、なんかすごく暗くなるじゃない、で僕はそういう嫌いだから、だからお前ちゃんと頑張って直せよとかそういうことは言うけども、でそれからやっぱり楽しいっていうかさ、思い出話をしたり、はしますけどね。難しいですよね。難しい。僕も知り合いの方の、この何でしょう、最後の看取りのところに立ち会ったことありますけど、何の話を普段ね、してればいいのかなとか、でも今よく聞くと、やっぱり普通の普段通り動いてくれてるのがやっぱいいっていうね、あんまりこう自分に気使われすぎても嫌だっていうね、気持ちがあるから、まあ悲しいことは悲しいんだよ、もう だけどそれはさ、とかなっちゃうとすごく僕は嫌なんで、だから
もう俺もあと何年かしたらあっち行くかもしれないから、わかんないけどね。まあみんな行きますから。行きますからね。うん、だから、ちゃんとセッティングしといてくれって言って楽しいことを。ああ、なるほど。うん。そんなことを言ったりします。ああ、そこでもいなんかいいあれですね。うんうん、ポジティブですね。そう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 。うん、ある意味、ポジティブに考えないと。うん、まあこれはね、デスティニー、運命だからさ。うんうん、ねえ、気をつけててもね。そうそう、ダメなもの。だからこれは運命だから、その人のしょうがないよね。今日もほら、ケンカス TV で、なんでしょう、津村さんで介護、ね、そうそう、介護ね。500人を介護した。すごい。ロープの方がいらっしゃるんで、ほら、認知症のサインが3つありますって言って、まず最初、物忘れ。2番目、被害妄想。そうそうそう。3番目、感情の起伏が激しい。僕がルーさん見る限り今のところどれもないですね。そうですかね。うん、ね、私物忘れあるじゃない。でもあのぐらいの物忘れ、うん、まだそこまでそうかひどい物忘れじゃないですよね。うん、やっぱああなるほど。うちの母もやっぱり被害妄想ありましたもんね。うん、物音がするとかお金取られたとか。あ、なるほどね。やっぱりねあったって姉から聞きましたけど。だからうちも姉から聞いたんだけど、うん、あそこのタンスのところに私の何十万入ってるっていうんだけど、はい、それがなかったわけだよ、うん、ね、そういうなんかあそこにあるでしょとか言うんだけど、うん、それはもう なかった。原田さんもおっしゃってましたけど、うん、女性同士って結構ね母親と娘って結構ぶつかりますね。ぶつかる、これはぶつかる、ね、男の方はあんまり言わないですよ、ね、言わない言わないね、母さんとかに対してはね。だからさっき私も言ったけど、うん、嫁と母っていうのは、うん、義理の 母でしょ嫁はさ、うん、だからそこら辺はあまりきつくは言わないし、嫁、まあね、お嫁さんはね、うん、まあね、別な意味ででもほらお嫁さんで気使う、そう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 、うん、あれだけど娘同士とこうね、娘と母親ってね、だけど息子と母親はそんなことない。そうですね、うん、息子はやっぱりどっちかっていうと気使う、気使っていうか、うん、思っても言わないことありますよ、ね、だから、うん、優しいよねって思ってんじゃない、うん、まあまあね、うちの母もそうでした、ね、うん、うん、というようなことで今日はね、はい、呼吸を迎えて、でもまあまだまだね元気に頑張って、そうね、だからね日によってね、うん、ファインの時もあるし、うん、日によってちょっと、うん、ちょっと調子悪いなっていう時もあるんだけど、でもまあ俺ね一番ね、うん、言葉で聞いたのは松田君の、はい、俺もそろそろもういいかなとかさ、引退かなとかさ、年取ってからっつった、年取ったからもうまだやるかな、どうか迷ってた時があるわけよ、うん、そしたらさまだルーさん健康で、うん、要するに動けるんだから、うん、だったらやられたらどうですか、昔みたいにね、うん、ハードにはできないだろうけど、うん、でもでルーさん今やめちゃったらもうどん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 年取るし、うん、でそれで死んでっちゃうかもしれないですから、うん、体が元気な時はやられたら方がどうですかっつったの あったじゃない、思い出したのが、ね、仕事してる方ってね、うん、お元気な方多いです、ね、そうなんです、だから仕事辞めちゃうんじゃない、うん、そうするとだん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 ね、うん、もうね、仕事終わったらもう俺はゴルフ三昧だ、釣り三昧だとかさ、うん、なんかやってるけど、そんなのもありちゃうんだよね。今日もね、うん、朝城島さんのテレビ朝日の番組で、うんうんうん、90歳のテイラー、うん、はいはい、施設を作る方の番組を朝見てて、うんうん、めちゃめちゃお元気だし、うんうん、やっぱ僕はもう生涯現役、うん、っておっしゃってて、うん、やっぱりこういう方っていうのは、そう、ね、だからね、やっぱりね、仕事ができるときは、うん、やっぱりやっといた方がいい ね、 そうですね、それとね、仕事ってやっぱりいろいろ考えたりするじゃない、うん、まあいろんな職種ありますけど、だからいつも脳がこういろいろ働いてるわけよ、うん、だからもうこれでもう引退でおじいちゃんだよって言うと、だん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 考えなくなるし、うん、そうすると老化してくるよね、うんうん、やっぱ何でしょう、まあお金も稼げることも大事なんだけど、うんうん、こう生きがいとしてこう仕事するっていう考え方の方がね、うん、まあそこにまあお金がついてくればいい、まあ、だからいいわけです、うん、はい、まあ仕事はねやった方がいいですよね、うん、うん、はい、はい、ということで古希になりました、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします、ルー頑張るぜ、はい、ルー大島の深い話でございます。
See you. Bye bye.